ニューヨークイユエスジャガの京平です。今一人なんだけど不意に思いました。あれ俺ドッキリかけられたことしかねえなって。そこでね、俺様が考えました。ドッキリ企画はこちらだ、こちらだ。あ、まあいいや。寝起きで流星流したら誰が一番うまく踊れるか。イエス USA。まあ寝てるところに突然 USA を流して誰が一番ね、うまく踊れるかねを競わせるっていう企画だけど、罰ゲームはもちろん用意してますよ。まあ俺様が考えた罰ゲームもちろんエグいから、一番下手だったやつ坊主坊主見てるメンバーのやつだ、坊主だ一番下手なやつ。まあ ST はね、そう普段からぶっ飛んだことをねしっかりとやってくれるから絶対にやってくれるでしょう。始めましょうか、リス君。じゃあ早速ね、下の奴らに USA 仕掛けていこうと思います。レッツゴー。じゃあ Bluetooth につなげてね、これ爆音で流していこうと思います。いや、どうだった寝起き USA。 まだ今がよく分かってない。何これ、状況がノリが速攻やったからもうやらざるを得なかった。ああ Go baby get to me。 いやこれもう流れて踊るしかないもん。やりすぎて引くぐらいやってる。顔とかまで見てたもん。 get to me。 もう踊れよ。まあ踊れ感はなし。うん、まあまあまあ合ってましたよ。あ、踊ればいいんだ。あ、踊りゃ分かったんだ。あそう、あ、完璧だった。完璧、完璧、ノリが一番完璧だったよ。なんなぁ、タツキも完璧だったよ。うん、まあ全力ではやったけど、なんなんこれ結局。寝起きで USA やって、で一番下手だったやつが坊主っていう。よかった。危ない怖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 い、サボったかった、サボった。いや、最後は頑張ってたな。あれ、いや、まあまあまあまだ、まあ全員もやってないからね。そう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 、もういるから。え、起きねえよ。寝起き悪いんだよ、あいつな。お医者がね、眠り浅い組だったから。確かに、あいつ起きねえと思う。起きなかったら、即坊主でしょ。即坊主、即で、即坊主、行こうぜ、行こうぜ、行こうか、行こうか。はい、終了終了、ストップ。あ、はい、やりましたね。おーい、おかしいもんなんです兄貴。いや、聞こえなかった。あ、ビーないタイプなんだ。耳ある、耳ある、耳ある。一番踊れなかった人、京平さん考えた罰ゲームがあるみたいなんで聞いてもらっていいですか。まあ、踊れなかったやつ即坊主。でれー。こんな感じで坊主って聞かれる。聞こえてたのよ。人生初坊主だね。聞こえてたのよ。聞こえたけど動かなかった。でももうバカつまんねえじゃん。弱っ、やばい、弱いな、やばい。坊主。あれ今気づいた。ようやく悟ってきたよ。どういうこと。ようやく理解しだした。踊らないと即坊主。うぜ。
この後の坊主になったターボでお会いしましょう。さよなら。さよなら。俺ら他人事だからいいけど一番やばいよ。やばい一番意味やからマジで踊ってよかった。一番意味やから。いやー面白い面白い。Boys and girls, welcome to ST Studio! 夏祭りツアー、It's Showtime!